悪いがまた一つどこかへ消えたや。誰にも救われることのない流れ星が燃え尽きた。暗闇の帳を振り払わねば生きた心地がせんからな。便座はすっかりいなくなった。これからは主役の登場か。さあ姉さん、着きましたよ。ひろちゃん、ここはどこ？私は誰？なんて使い古しのセリフでも言うつもりかい？私は女優。舞台に立ってる時だけっていう夜の夢のようなものさ。嘘がまことでまことが嘘。だって何がシーンですか、分からなくなるのさ。こういうあやふやなものの儚さを見物衆に見せたくて、講談のあんたをここへ呼んだのかもしれない。うん、こんな田舎町に私にふさわしい劇場があるとは思えない。劇場ならほらここに。三本芝居のセットだよ。港ホテルの慣れの果て、懐かしいあの頃を思い出せば、思い出せば立ちどころに偉人の館の劇場さ。